重量級マッチ。スタートゲートからフリーター仙台志郎47歳、前回大会ヒロッチと重量級対決、豪快なパンチを振り回す壮絶な打ち合いの末、無念の惜敗。ボアのリングでリベンジを果たせるか。対するはボディデザインジムから会社経営、モンスターグッサン53歳。会社を切り盛りする傍らオフィスで猛特訓。今回が初めての試合、キック歴2年の成果を思う存分ぶつけてやれ。やるからには経営で勝つ。ド迫力の重量級、ご覧あれ。仙台志郎 VS モンスターグッサン。それではただいまより第7試合、重量級1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー、171センチ、 89.45キログラム、 ボディデザインジム所属、53歳、会社経営、モンスターグッサン。赤コーナー、171センチ、 97.2キログラム、 スタートゲートジム所属、47歳、フリーター、仙台志郎。さあ、ライズボア第7試合が始まります。そしてゲスト解説にはこの方が来てくださいました、日立ひゅーま選手です。よろしくお願いします。いや、日立さんもライズボアの解説と言いましたらもうね、3回連続日立さんです。そうですね、ここずっとあの3大会目も解説させてもらってるんで、はい、流れもちょっとつかめてきてるんで。そうですよね、やっぱり戦力図というか。そうですね。で、今回この重量級の試合ですけども、やっぱり重量級って盛り上がりますよね、ボア大会でもね。やっぱ迫力がありますね、やっぱ、うん、さっきあの仙台選手裏でアップしてたんですけど、はいはい、やっぱミッド打ちから迫力がすごい。いいですね、右ストレート。仙台志郎選手はね、前回大会もね、出場されてますよね。いや、バチバチの試合始まってますね。一方のモンスターグッサン、青コーナーですね、会社経営者。この方も体すごいですね。うわー、いい体ですね。モンスターっていう、もうリングネームからすごいですもん ね。絶対みんな覚えますよね。お高いパンチありますね。これもうね、一発当たったらもう絶対倒れますよね。いや、これもどっちも倒せるパンチ持ってるんで、いいですね。右くんはお互いいいですね、当たってますね。あ、なるほど、はい、わ、この仙台選手はフリーターっていう肩書きで来てますけど、あれ前回こんなでしたっけ。いや、前回違ったと思うんですけどね。いやでもいいですね、迫力はありますよね。グッサン選手のパンチめっちゃ今当たってますね。当たってますね。ただ一歩も引かないですね、仙台選手。仙台選手、前回は会社経営者。なんかあったんかな。分かんないですね。詳しくはね、はい、聞かないでおきます。戦略かもしれないですね。戦略ですね、はい、そうですね。おー、ガードもうまいですよ。おー、ラスト10秒、あと10秒。これでもやっぱりね、アマチュアの試合って言っても重量級ならではの迫力ですね。いや、本当そうですね、うん、でもスピード感もあるんですごいですね、本当。おー、もう1ラウンド終わりました。あっという間ですね。あっという間の1ラウンドです。この1ラウンド振り返ってみてどうですか、はい、日立選手。いや、やっぱりお二人ともやっぱパンチいいですね、うん、右のパンチが当たってるんで、本当どっちも倒せるパンチあるなと思って、はい、もうなんかもう技術もあるんでしょうけど、もう技術関係なくもうぶん回してるっていうのがまたいいですよね。いや、気持ちが当たった方も当たって、うん、あ、引くかなと思ったらいいパンチ入ってるんですけど、はい、もう引かないんでお互い、はい、なんで近い距離で打ち合いになってますね。なるほど。いや、これファイナルラウンドもね、このお互いの体力のまま、そうですね、行きそうな感じしますよね、はい。まあ、こういう時にちょっとでもなんかちょっと蹴りだったり、うん、ボディの上のパンチとか打てるとより顔のパンチが入るなと思いますね。なるほど、はい、もう最初からで顔だけじゃなく、はい、ボディとかにも使い分けるのもいいと。そうですね。でもやっぱパンチ顔に行ってしまうんですよね。わかります、気持ちが。もう1分30秒だからってことですね。そうですね。さあ、ファイナルラウンドです。頑張ってほしいですね。
似てますね。お、今足上げるだけでも全然違うと思いますね。なるほど、はい、あれがフェイントになるってことですか。そうですね、今そうですね、今のいいです。やっぱいいパンチしてる2人とも。おい、ナイスだ。この仙台選手がじわじわ来るのなんか嫌ですね。そうですね、やっぱプレッシャーかけられるのはやっぱりあの相手からすると嫌なんで、うん、おお、このあの2人とも切り抜けますね。グッサン、おー、グッサン選手、これはどうだ。ちょっとバランス崩したね。これはノーダウンですね。やっぱ詰めるのも迫力ありますね。迫力ありますね。お、やっぱお互い蹴りとか出てるんですか。仙台選手前蹴りね、今出ましたね。そうですね、モンスターグッサン選手も出てるんで出してるんですけど、コーナーに詰められるのはどうなんですか。やっぱりあの詰められた方がやっぱ避けるとしては、まあそのあの精神的なあの圧迫感もありますし、はい、やっぱり避けるときに後ろがないと避けにくいんですよ。なるほど、はい、こいつ側もやっぱり詰めた方が打ちやすいですね、はい、このうわー、このゴールデン、わー、いいパンチですね。さあ、モンスターグッサンを返したい。ちょっと背を向けたくないですね。これなんだ、これ今聞いてますかね。聞いてると思いますね。いや、お互いでもあの結構スタミナも来てると思うんで、これまだ巻き返せるチャンスあると思いますね。なるほど、はい、お、今耳からモンスターグッサンの右耳から出血、そのぐらい強烈な展開でしたもんね。そうですね、ドクターチェックでございます。いや、ただそのぐらい本当に迫力のある試合ですね。そうですね、多分ガードの上からでも当たってもこう耳がバーンってなるぐらい、うん、多分強烈なパンチになると思いますね。ただこのモンスターグッサンのパンチがまた一発当たってもまた逆転の可能性はありますよね。全然可能性あると思いますね、うん、ヘビー級でもありますし、はい、あー、ここで止めた止めた。いや、これは悔しいですかね。いや、そうですね、これは悔しいと思いますね。まあ、ただでもしっかり結構効かせる詰めて、うん、結構コーナー詰めてパンチまとめてたんで、すごい上手かったですね。なるほど、仙台志郎選手の、作戦勝ちということですかね。そうですね、最後上手かったですね、まとめね。さあ、勝者は仙台志郎選手。いや、ございますですね。いやね、このプロフィールの写真ではハートマークを作ってる写真なんですけど戦ってる姿は本当に強靭でしたね。そうですね、すごい迫力ありましたね、いや、でもモンスタグさんまた見たいですよね。そうですね、また次回のボア大会にも、はい、多分まだ残り時間もあったんで、うん、はい、から巻き返そうってとこだったと思うんで、またぜひ出てほしいです ね、 そうですね、やっぱりね、安全第一ですからね。そうです ね、 ですね、やっぱり出血も結構あったんで、そうですよね、しょうがないですね、これは。またぜひ出てきていただきたいと思います。そうですね、それでは仙台志郎選手のマイクを聞いてみたいと思います。フリーターかどうなのかも気になりますね。そうですね、その辺語ってほしいですね、はい、もしかしあの職業格闘家に目指してる方ですね、はい、いやー、しんどかったです。やっとここのトロフィー一つ取ることができました。ありがとうございます。で、応援してくれたジムのみんなありがとう。そしてブレイブファイトのオールひろゆき、俺と勝負しよう。ありがとうございます。もう2ラウンドでも3ラウンドでもガチンコレイブガチガチやるんでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、いいですね、今一度いや先生報告してましたね。ね、先生報告されてました、はい、受けて立つぞって感じだったんで、ね、仙台志郎選手でもなんかマイクもやっぱり明るくていいですね。そうです ね、 ね、いや、うん、勝って嬉しかったなと思いますね、うん、あのバックステージのアップの時も本当気迫すごかったんで、はい、選手の日立選手から見てもすごかったです。すごかったです、うん、ミッドの時も集中してたんで、いや、やっぱ今多分嬉しさでこう緊張もほぐれてこう、はい、うわーっていう安堵感だと思いますね。さあ、今後のライズボアの大会も楽しみでございます。勝者は仙台志郎選手でした。おめでとうございます。